ピアノ競争曲異端調作品16は、エドバルド・グリーグが完成させた唯一の競争曲。1868年、作曲者が25歳の時に、デンマークのセレレズに訪問している間に作曲された、グリーグの初期の傑作である。グリーグは、その後出版社からの依頼を受け、1883年、ゴロに2番目のピアノ競争曲を書こうとしたが、 書き上げられず、代わりにこの曲に何度も改訂を行っている。現在演奏されるのは、クリーグの裁判年である1906年から1907年、頃改訂され、1917年に出版されたもの。初期版と曲奏の大きな違いはないが、楽器編成が異なり、独奏と還元楽譜で400箇所以上の変更点が見られる。数ある。 ピアノ競争曲の中でも非常に人気の高い曲であり、また、グリーグの代表的な曲である。第一楽章の冒頭部分第一楽章の第一、主題第三音楽章の主題部分、ピアノ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルン4、トランペットに、トロンボーン3、ティンパに、弦5部。約32分。グリーグのピアノ競争曲は、よく、 ロベルト・シューマンのピアノ競争曲と比較される。これは、両者とも同じ単調で書かれ、始まりの部分や作風がよく似ていることなどによるが、実際にグリーグは、シューマンのピアノ競争曲を、ライプツィヒ音楽院に留学していた1858年に、クララ・シューマンの演奏で聴いていて、それに大きく影響を受けている。1870年にグリーグと会見したリストが、彼の持ってきた、 主考府を初見で引いて、第三楽章のある部分について、これが、本当の北欧だ。と絶賛したというエピソードがある。グリーグの主題が、シューマンの主題と、音程関係が範囲なりになっているということを、作曲家の中澤球長は、自作、振り注ぐ、流子第一番内で再解釈している。ありがとうございます。